こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。ウォン安ドル高が止まらなく、コスピも大暴落している韓国ですが、海外投資銀行モルガン・スタンレーが韓国コスピに対してとんでもない評価をしているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。モルガン・スタンレー、韓国株買え、コスピ来年上半期2600。グローバル投資銀行モルガン・スタンレーは、アジア新興国の株式戦略、韓国と台湾を買うことという題名の報告書を出し、韓国と台湾の投資意見を比重拡大に引き上げると明らかにした。モルガン・スタンレーは新興国とアジア太平洋株式市場で1995年以後最も長いベアマーケット弱気相場が進行しているとし、新しいサイクルでの再良のチャンスはアジア株式市場での先導的な位置を占めている韓国と台湾市場の比重を拡大することと強調した。それとともに、韓国と台湾は半導体在庫調整サイクルの問題で今年実績が低調だったとしながら、両市場は事業と投資サイクル上初期にある代表的な市場で、在庫とオーダーカットが株価に影響を及ぼしたと説明した。続いて、半導体サイクル上最悪の時期は今年第4分期、遅くとも来年第1分期になるものと見られるとして、この変局点を迎える前に株価が先行するだろうと見通した。モルガン・スタンレーは特に日本を除いたアジア太平洋新興国市場内の資産配分ポートフォリオで韓国市場を1位に選んだ。来年上半期のコスピ目標値は2600、定点は2000とそれぞれ提示した。それではネットの反応です。あの野郎もサムスンでやられたのか。空売りは消えろ。来年買わなきゃ。ひとまず2000までは落ちるという話だね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。